皆さんこんばんは、きよみです。今日もご視聴ありがとうございます。今日は無印良品で購入してきたものをご紹介したいと思います。と以前導入化粧水をご紹介したんですけれども、ずっと愛用してまして、でまたもうなくなると買いに行ってるんですけれども、私いつももう大量につけてるので、この大きいこのボトルを買ってるんですよ。この小さい、これが400ミリなんだけど、これより小さいものが2サイズあるんですけど、この間ね行ったら、なんとじゃじゃーん、入れ物になったんですよ。でこれが200ミリと200ミリだけだったんですよね。で私いつもこの大きいのを使ってるから、これだと足りないかなと思ったんですけど、このボトルがいつももうなんかいつも捨ててて、全然もったいないなと思ってて、エコじゃないなと思ってたら、やっぱさすがの無印さん、これエコですね。これリサイクルというか、この詰め替え用も作ったみたいで、でこれが、お値段が200ミリで990円でした。前にすると1980円なので、このね大きさが1990円だったので10円だけですけどね、お得だったので、なんかちょっとこれフレッシュな感じでこっちの方がいいなって思って、初めてこちらの方を買ってきました。詰め替え用でね。で私いつも言ってるんですけど、あそうだ、この間もご紹介した、そうこれがもうこれが200ミリですね。200ミリは値段下がったかな、990円、これ990円、あそうですね、これが1290円、この大きさ200ミリがボトルの方だと1290円ですね。でこれが990円だからお得ですよね。はい、で私いつもこれに入れてシュッ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 、もう顔全体にもうシュッ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 しまくってるので、はい、こっち買うより、まあこれ持ってる方はこちらを買った方がお得だと思うんです、入れ替えればね。はい、私いつもなんかしつこいけど、本当にこれを倍の量を買って入れ替えてシュッシュしてたので、はい、今度からはこっちで、はい、入れ替えたいと思います。で導入化粧品は本当にすっごいいいので、染み込む化粧水の前にプレ化粧水で入れるんですけど、化粧水を導入化粧水っていうぐらいだから、普通の化粧水の前にすると化粧水が浸透しやすいようにこちらがいい働きをしてくれるので、私は本当にずっとこれ手放せないですね。で夏から秋に来るとなんか本当にそこですっごい保湿しないとシワの原因になるので、本当に保湿はすごい、水分と保湿はすごい気をつけてます。これ、ね、はい、やるのとやらないのと全然違うので、で今ねすごい秋に、夏から秋にかけてが本当にすごい一気に乾燥するので、水分と、ね、特に保湿をするのがすごいいいと思います。本当にこれ私の年ぐらいの方とかは本当にねおすすめです。ぜひやるのとやらないのと全然違うので、ぜひぜひおすすめです。しっとりなんかしてくれるので本当におすすめです。あと前にもご紹介をしましたこのナイアシンアミドが入ってるシワね防止してくれる、改善してくれるね、このクリーム、乾燥気になる部分もっちりの肌に仕上げますって書いてあるけど、こちらがすっごく導入化粧水と一緒でおすすめです。前にもねご紹介したんですけど、本当にこれたっぷりつけて、はい、保湿してます。はい、おすすめです。はい、でこれは買ってきて、これもヘビロテしてますけど、今日はこの導入化粧水の他にこのパックを買ってきました。このアイパック、ローションシート部分用、これねアイパックですね。ここに目のところにこうするやつですね。ピョンってなったかな。はい、これがこれなんかねインスタですごいいいっていう風に出てたので、私全体のパック
をずっとしてたんですけど、なんかここやっぱりねすごく目元のところすごい気になるから、アイパックだけって最近全然もういつももうフルで全顔のパックしかしてなかったんですけど、これすごくいいっていう風になんか口コミいっぱいあったので、せっかく無印行ったので買ってきました。これ使ったらまた感想ちょっとお知らせしたいと思います。はい。であとは全然関係ない、これもちょっとインスタでちょっと見かけて、スマホのスタンドになるのこれ。全然知らなかったけど、これ私はスマホのこのコードをぐるぐる巻くので便利っていうので、それで買ってきたんだけど、これねここがくる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 すると巻き込めるっていうので、でそれで便利、まとまるっていうのでくるくるで、ね、なんかぐちゃぐちゃにならないようにまとまるっていうので買ってきたんだけど、これスマホスタンドにもなるみたいですよ。これこういう風に巻きつける感じで、知らなかった、一石二鳥ですね。こういう感じでくるくる巻いて使うタイプ。それであとほら、知らなかった、スマホスタンドになるみたいです。すごい、これ一つで二役、素晴らしいですね。はい、これを買ってきました。はい、今日は無印良品で買ってきたもの3点ご紹介をしました。ちょっと美容が私の本当に鬼おすすめの導入化粧水、これ本当に詰め替え用ができて本当に嬉しいですね。はい、こんな感じでちょっと統一性がないですけどちょっと自分が欲しかったものを3点買ってきました。ヘビロテしてるものと、あとは初めてのものが2つですね、はい、こんな感じで今日は終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。この動画いいねと思っていただいた方はいいねボタン、そしてチャンネル登録まだの方はお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。